始めちゃってください。はい、はい、じゃあ前方戦出てくるのはまず影響団の方、江川さんの兄貴ですね。兄貴そうですね、兄貴と信長になりますね。で、第3と S さんは、ゴリと、はい、モーリー。さあ、どちらをかぶせてくるか。はい、それでは、ですね、第3ということで、モーリーが、はい、兄貴に対してモーリーをかぶせていく。まあ、モーリーが出ると、大体かぶせなんですけどね。はい。さあ、僕の筐体では、カントさんの真田と、パチーノさんの刑事ですね。はい、後気味にかかわらず、かぶせていったというパチーノさんに期待ですけれども、はい、手前側の筐体試合が始まってまいりました。まずは、モーリーが2ビー、6シーズンを繋いで、ダメージを取っていったが、ここで中断と、さあ、9-5落下から、5シーを当てて、受け身狩りのエリアル。さあ、今の地味にね、2段ジャンプした、高さを稼いだんですけど、それがアダとなったんでしょう。さあ 2B 食らってここでダッシュが遅れてしまった。さあエリアルアウトさあハイジャンプ入力するんですけどね、それが波動に化けてしまったっていう感じでした。ジャンシーカウンター、これは美味しい。しかしここで落としてしまったが、きっちりお金返し。さあモーリーの援軍はもうそろそろ到着だが、兄貴はまだ5000溜まってないところに槍兵が引っかかって、きっちり落として、これは使って、さあ援軍いないので何もできないですね、これ。さあこのままゲージをきっちり溜め切って、さあどちらを選択するのか、もちろん A ボコース。さあこのままフルマラソンをきっちり決め切って切れることでしょう。兄貴はただいまお金がですね4600なんで、あと芋掘り1回で何か当てないとダメですよね。ちょっと厳しい感じになってまいりましたけれども、逆に森はね今援軍大体80ぐらいで、でですねもうゲージがないんでね、結構わからない感じになりますけども、お世切りして予定通り、さあ早めに殺していった。ここでやりやすさって、これはまずいコース。ノーゲージカーブ、これも汚い。落として、おっとここ落とした。さあ援軍が73まで下がっていたんですね。さあお金を全取って、すかさず猛気を呼んで、さあこれで耐えきれば舞台は整うんですが、ここで公園引っかかってしまった。あー、さあこのまま枠で援軍を使えない状態でループさせて、さあこれは援軍が援軍カムできない構成。このままカーブループで、さあきっちり第3作業して決めた。まず戦没戦勝っていったのは第1号に、さあ続いて出てくるのは大将何、あ、そう、イニヒヒでした。もういいじゃん、第3ね、まあ第3が勝ったということで、オッケーオッケー。さあ続いて出てくるのは、はい、大将戦 S さんのゴリ、 S さんのゴリだS さんのゴリだそう、 S さんのゴリと、音符さんの、信長。 S さんといえばね、はい、昔からあの毛利使いで確かやっていた人なんですけれども、はい、最近はゴリに変えたそうでねはい、あ、もうゴリ使いですか。さあ S さん、俺はもう来ないからのゴリ使いで言っておりますけれどもさあこれは期待したいところ。さあゴリ信長とかね、結構ゴムなんですけれどもね、これ実際。ただあの信長側の方がコンボがね、ひたすらに難しいんで、精神的にはかなり秀吉有利といったところですか。さあうまくジャンシーダメージを取っていく。さあそろそろ反乱しそうだったので、きっちり魂を吐いて、さあここでジャストディフェンスでプレッシャーをかけていったが、ジャストディフェンスのミスにきっちり誤審刺さって、ここで反乱。さあ信長が体力を大幅リードして取っていく。さあ火縄で牽制。さあゴリの 6B の隙にきっちりジャンシー刺していって、赤をつける。さあ56でエンディング要請。
俺ジャンシー食らってしまった。おっとジャストガードミスしてきっちりスタイリッシュポイントを稼いで、まず1ラウンド目取っていくのは音符中3の信長。さあ来る前にね宇宙行ければ援軍カウンターせざるを得ないんで、もう勝ち確なんですけれども、まだ出なかったか。さあここでジャンシー食らってうわうまい、ジャスト PG で距離離していく。さあここでハンデ到着。さあ刺さってしまったか、左足も倒れている。これジャンシーターンを飛ばして、これジャンシーカウンター飛ばして、これ決まってしまった。ああ6B 暴発、しかも A グルとかのミスじゃなくて 6B だから B グルやっても意味ないですよ。さあここは補正切りコース、あーつながってない。文字通り補正を切って S さんが1ラウンド取り返した。11さあゴリ使いの俺の目にはねごまかせないですね。今ハンベイから 2B が全然つながってませんでしたね。おっと 8B が引っかかったから、これで 2C を売り込んでしまった。さあジャンビーで牽制、ここのクレーンはあっと入れ込み電池、 6B は見えてるね、いける。さあガーキャンでケージ入ってしまったが大丈夫なのか。さあ陽面から、あ陽面が切られて、あーこれはまずい、直がミスから食らってしまって、きっちりオンチュさん旅立った。さあさあこれはもう援軍カウントするしかないでしょう。ここで DC から、さあコンボミスってしまったが大雨でリード。あらクローにカウンターヒット見たことねえ。まあわ分かってたけどね。そんな状況見たことねえよみたいな。さあか大将戦勝ったのは大虫の信長。さあ出てくるのは決定戦、さあイニシャル D さんの毛利と音符中さんの信長。あっ信長あかん。さあもう毛利使いは黙れ。さあ毛利と信長、まあ比較的毛利使いでも得意不得意あると。まあ毛利でね結構ワンチャンあるキャラっつったら、まあ兄貴とはい信長とゴリとそんないった感じでしょ。あそうか真田がいたか。さあ対抗することができるのか音符中の信長、それとも大地がキャラさを見せつけるのか。さあここできっちりバックオフで失敗したがジャイアンが刺さって立ち見体育。さあもう赤落ちゲージが切れて付け直して、さあ毛利の援軍レベルはただいま695、信長が現在40を超えたところでいったところ。さあ51年軍勢対する毛利はただいま槍兵が到着いたしました。危ない。さあここは反乱のおかげで助かって、ここは 2B と 2A が相打ち、中段食らって、これは脳源殺しきることでしょう。さあまず1ラウンド目取っていったのは、イニシャル D の毛利。おっと 2B カウンター。さあ投げが決まって、まあここは 2B がダウン打ちになってしまって拾えなかったが、さあ守備で返して、さあエリアルでダメージを取っていく第一毛利だが、 2B が刺さって 6C から、ここはコンボミス、投げが決まって、直クローキッカーか、高すぎだ。さあガキャン体力同じくらい、ここ美味しいところ2A が刺さって、ジャンシー、おっと8B 体育できる、受け身狩りのジャンシーあるある、おっとここは死んでしまうので、ケイチの方ジャンシー決まって残りドットです。さあ最後決めたのはイニシャル D の森、勝ったのはイニシャル D さんと S さんのチームです。おめでとうございます。ペンがない、ペンがない。あそう、はいはい。ではね、
あっちのでもさ組動画撮りたいからちょっとしばし置いといて。67がおう7が21ですね。で今奥の筐体はあの決定戦さあ奥の筐体が終わるまでねちょっと2P側の方、 2P側じゃない奥の筐体実況していきたいと思います。さあまずは林毛利が1ラウンド取ってさ霧を使ってでのトリッキーな攻めを展開している。さあここでジャンプ攻撃を引っ掛けてここで 5B が 6B に化けてしまったか。さあ真田の援軍レベルは37。さあ厳しいところでここで発が引っ掛かってしまった。ここはきっちりバックまで決めて林おめえガフでよかっただろさあガフでよかったにもかかわらず一撃コンを披露しようとしてミスる林さん、さすがです。さあさあ勝ったのは林森とバチのゲージです。おめでとうございます。では手前側の筐体でですね2、1はい、こっち動画台の方で、はい、動画台の方でカントさんとロッキーさん連戦ですね、よろしくお願いします、はい、と、あと伊沢さんと新井一伊沢さんと新井さんのチームあら、あら、あら痛い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 手前側の筐体でよろしくお願いします。で、奥の筐体で5、4はいはい、あ、そう染井さんとタスクさんと俺とピザさんのチーム染井さんとタスクさんと俺とピザさんのチームそうそう、ロッキーさんの伊沢さんも試合なんだよね。あ、第一さんしかいないよろしく。え、江川さんでいいんじゃないですかはい、どことどこが試合だって5、4と2、1で、動画が21の方、21が伊沢を新井チームと関東ロッキーチームが動画台。あーと通りますね、サーセンで、5番6番が、ごめんなさい5番6番が違う、5番4番だ、5番4番ですね。5番4番がソメイモリタスクホンダとピザカズ検診神山信長レッツパーリーレッツパーリーな、に、日輪だあ、そういえば明後日は日輪さんの誕生日ですよいや、これがね、あれ日輪さんの前祝いですよさあ、開幕と明後日行くのは刺していくのは新井一さあ、ぐるぐる回してままジャストピーチで返していく。ハーツ設置は何もやらない。そこでさあコートチェーン中断 2B は当たらない。 2B と設置ハーツとさあ刺さってさあ当たっちゃったら終わっちゃうの。さあバレてるのさあうまく逃げたの。さあ 2B 設置は飛んでかわして位置が置いてあるだんだん読んである攻めはめんどくさい。はい、ラントルゴーロッキーホーリー諦めない心が大事援軍来たらワンチャンあるかもしれん。さあ援軍来たのさあ中段さあロッキーな、長政が遅い最後後ろで3回言ってさあうまく抜けてさあ当たらない。飛んで逃げてさあ立ち身が強いさあ槍をうまくさばいてぐるぐる回してさあこすってたがつながらない。さあ取って当たって美味しいです。だが中段補正切りは見えているよ。わあ吹き飛ばし当たりに行きましたはい、先方戦はロッキーチームゲームオーブー。いや、でもここで聞いたら本当に日輪様の日輪セーターさん前祝いになりますよさあ前祝いになるか
お願いします、お願いします、ガンかけるイサオ。超速仮面もどっちか。さあこれはやり込みでなんとかなりそうな気がするけど、きついっすけどね。ただ最近の伊沢さんは兄貴ばっかり使ってるイメージあったから、なんとかなるなるかもしれない。さあカントサナだと伊沢兄貴、さあうまく距離を離してなんとか差し込みのタイミング、攻めのターンを、さあうまく中段はジャスト、中段見えないか、なんとかなる。さあうまくそんでかわしていくカントサナだ。だがしかしスプロタイプ飛びから、さあいろいろと暴れを潰し、飛び防止はここで打ってしまった、やっちゃった系ですね。さあ呼び投げたら大変なことが待っていた。さあアルバイトの開始です。さあ時給は一体いくらなんでしょうか。ここは勝利で返していく、そしてオンも死ぬ、そして先に援軍に呼んでいくのはスパルダ、勝利で返して、この調子じゃ勝ち、段メリー壊すからいいターゲットし、さあ美味しいカウンターだが決め取れない、勝利で返して、さあスペからよいしょ、さあそのスライッター、ジャイアンが見出し、スパイクが落としてしまうが受け身狩り成功、そしてスダクション、さあ飛びは逃がさない、そしてサスケ当てて、しっかりとねスタイリッシュ、ラウンド取るはカントサナダ、ラウンド2、お金がないのでまだとここでとりあえず呼んでおく感じかな。さあなんとかしたいがために呼ぶ、とりあえず援軍艦隊要員は欲しい、で仁王様到着、さあ刺さった、そっからさあどうするの、落としてしまう、ハリケからの奥手は勝利で返して、さあうまく返してここ増えていく、そしてさあレスパシドーン、さあやりよる、黒いけど俺は何も見えない。さあこれでとりあえずラウンドは取れるかな、援軍レベル的に使うのは惜しい。隣の筐体では林さんが一人関わっております。さあこれは援軍カウンター使いたくても使えない状況ですからね、ゲージも自分溜まるしラウンドも取ってるから、とりあえずまあなんとかなるでしょうといった感じでしょうかね。とお金もね、2要素に消えてもモックがギリ呼べるお金は溜まってますからね、まあなんとかなるでしょう、なんとかなるなる、まあ、しかし安定して決めておりますねと。さあ喋ることがなくなってきた。さあこれはお金をちょっと回収して地盤要請、そしてさあここで起爆してからモッキーを呼ぶ、さあ林がうるせえ、さあモッキー到着、頼れる頼れるマシンモッキー、でもここは援軍コスメ、さあやっちゃった系だが、これはなんか援軍でフォロー、距離戦なんとか殴って、ここでエリア引くが届かない、さあ刺さったか、もったいないことしてしまったか、ワンチャン逃したかもある、さあ刺さって落として、さあモッキーこすって、そして裏回らない、小刻みはさあ勝利打っていく、そしてハンハンビーがねえ、あれはサスケだ、そしてサンスペ必死にガチャガチャやってるが、しっかり青ビート、そして援軍レベルも高いのでね、すぐこれは受け身取れる、さあ後ろ下がって、さあここはここは今度は決めたい、さあゲーム、さあここは援軍方使わざるに、さあ下がって
って刺さってエングカウント、エングタイプ取れない。さあ分からないぞ。ポパーン、勝ったのはロッキー軍艦、カウントチーム、おめでとうござんす。そして隣の筐体ではソメイコールが、ゲームオーブン。早く死んでいい。